どうも、こんにちは、キョビです。さて、本日はですね、こちらのラングラーカスタムしていこうと思います。今回やっていきたいのはホイールのカスタムメイトですね。はい、まあサムネの通りなんですけども、このリムでもなくディッシュでもなく、このスポークの側面だけですね、そこに色を入れていくといった感じになっております。ちなみに入れる色なんですけども、こんな感じの可愛いオレンジ色入れていきたいと思います。これもね、すごくおもちゃっぽい質感っていうのにこだわって、クリア層を分厚くしたり、そういった感じでね、作った、色というか雰囲気なので、これをねホイールの方にも落とし込んでいきたいと思います。はい、で実はですね、こちらの車両ね、僕が開業して一番最初お客さんなんですよね。まあお客さんって言っても友達みたいなもんなんですけども、はい。で、その彼はもう3年ぐらい前にオールベンさせてもらったんですけど、その時からホイールのカスタムペイントいつかやりたいって言ってたんですよ。ただこの先ほど言ったオレンジ色をこのホイールにドーンって入れちゃうと、やっぱりガチャガチャしそうな感じがして、まあちょっと映像上で見て、なんかここ全部オレンジだったら結構うるさそうじゃないですか。なのであえて側面だけ塗るといった感じですね。まあ主張しすぎてはないんだけど、しっかりとインパクトのある色は入ってるのが確認できるといった感じですかね。で、走るとね、また独特な見え方がしますし、印象がガラッと変わっていい感じになるんじゃないかなといった感じですね。はい、ということで今回頑張っていきたいと思うんですけども、実は腰が痛いのと、ちょっとだけ痛い話すると、人差し、今ね、両指の人差し指がこの状態なんですけど、指あるじゃないですか。で、上に爪乗っかってるでしょ。こうピリってなったことあるじゃないですか、皆さん。このピリがちょっとひどい。で、ここが痛い。もう今人差し指がむちゃくちゃ痛くて、この本数、スポークに全部マスキングと足付けしていかないといけないと思うと、ずっとしますよね。はい。なので、まあちょっと頑張っていきたいと思います。行きたい。なんかね、自分でね、初めてなんかお客さんに提案をして後悔したっていうのがもう今回初めてですね。なのでオーナーにはね、ちょっといっぱいコーヒーを買ってもらおうと思います。はい、ということで今回も頑張っていきますんで、ご視聴よろしくお願いします。Let's goI wake up to a little bit of drool on my pillow, feel like it's gonna be a bad day. Yeah, I'm tired of shit, and the coffee ain't hit yet, damn ain't that great. I don't wanna go to work, cause my boss is a jerk, and I'm not even that paid. I need a change in my life, cause I don't feel alive, and there's nothing that makes me happy. Oh, hold my beer for a minute, I'm about to quit my job, cash in for a ticket. I'm going on a trip, and I don't plan to visit. I'm gonna stay there till I feel like I'm winning all. And this is just the beginning, I need aはい、ということで、洗浄から足付け、そして最終脱脂まで完了しました。そしてですね、これからね、マスキングしていこうと思ったんですが、まあどういう方法がいいかなってずっと考えながらね、やってて、で、僕が持ってるね、FBS のラインテープで一番柔らかい、一番ソフトな、このラインテープを使っても、やっぱり角がね、こうやってね、浮き上がるんですよね。で、こっちはもう厳しいんで、こうやってマスキングを貼ってそれをカットする。方法でいこうかなと。はい、そっちの方がね、なんか綺麗そうというか、処理、角とかのコントロールがしやすそうなので、まあこれもね、腫れそうなんですけどね、ちょっと浮くリスクがあるので、まあ、今回はこっちの方法でやっていこうと思います。And I ain't gonna lie to you, I'm a bit nervous that I might screw everything up that I've ever done. But what's the point of living if you ain't having fun? はい、ということで、ようやくマスキングが完了しましたと言いたいところなんですが、実はですね、これ裏から塗装もしたいんですよね。色が入れにくいんで、しっかりと裏からも色を入れたい。なんですけど、この裏面には色は入れたくない。はい、ということは、裏面もマスキングしていかないといけない感じですね。はい。まあ、裏は、そう、そんなしっかりとね、する必要もないし、エッジが効いてるんで、さーっとできるんで、これはそんなに時間かからないんですけども、これね、ざっくりですけど、1時間ぐらい一つマスキングかかるんですよね。で、あと2本でしょ?で、こっちの表でしょ?で、今ですね、10時前でしょ?頑張ろう。まあ、とりあえず3本ぐらいは終わらして、明日最後1本やって塗装みたいな感じにしたいですね。はい、じゃあ頑張っていきます。
い、まあ裏はささっと張ったので時間的には早かったんですが、まあ僕の腰がいくかメンタルがいくか、まあ頑張っていきたいと思います。実際はこんなスピードですね。全然進まないです。やばい。もうめっちゃ手疲れてきました。はい。心が折れました。もうめっちゃ手痛いし、腰も痛いし、もうしんどいっすわ。はい。けどね。とりあえず2本と、まあ、3分の2ぐらいですかね。まあ、2本半終わったって感じですね。はい。で、ラスト1本ね、明日貼りたいと思います。で、塗装もね、明日やりたいと思います。はい。今日はもう、とりあえず終わり。はい、ということで準備できました。一応ねブースの中に持ってきて、あともう一回ね最終脱脂ですね、それを済ましたら塗装したいと思います。でこの緑色の線入れてるのはあのスタート地点ですね、スタートとゴール明白にしとかないと、このスポークが多いんで。そうなんですよ、よくバルブエアバルブとか目印にするんですけど、これね一緒にくるんじゃったんで、こう目印一応つけてますと。でちょっと最初この一斗缶の上に置こうか、そうですね、表裏塗るんだったらバンパー台の上にこう置いてくくりつけたり、この固定して塗ったりはするんですけど、ちょっとね30インチさすがに腰の高さまで持ち上げられませんし、危ないということで、ちょっと行儀悪いですけど地面でね転がしながら塗ろうと思います。じゃあとりあえず色用意して、塗装準備していきます。ダッシュとエアブロー終わりましたので、これから塗っていきたいんですけども、一つね大切なことを忘れてました。こちらのホイールアルミのブラッシュドなんですけども、一応表面クリアコートされてます。なのでね、アルミに対する注意点みたいなのが必要なくて、とりあえずしっかりと、そのクリアコートに足がついてれば、今回600番で足つけたんですけども、まあそれで塗っていきます。で、一応ね、まあ言っても足回りなので、おまじない代わりに密着論を入れていこうかなというのと、あとで塗る時の注意点なんですけど、なるべくね表側にきつい段差つけたくないので、なるべくもう後ろから色を入れて、でその前に抜けるように塗装していこうかなと。そうすることによってだいぶ段差もね緩くなると思うので、基本的には裏から入れて、一応確認のために表からも一回色を入れていくっていう感じでやっていこうと思います。はい、ということでやっていきます。
はい、ということでクリアまで完了しました。このね、細い中までツヤツヤにねちゃんとしてます。こういうところってねタオルで拭いた時ザラザラしたら気持ち悪いじゃないですか。なのでね、汚れ防止も兼ねてしっかりとツヤ出してツルツルの状態にしております。まあなんとか綺麗になったんじゃないかなと思います。いやー、ちなみに塗装時間1時間ぐらいかな。クリア塗るまでに20分ぐらい待ったんですけど、クリアちなみに2回で仕上げてます。でマスキングですね、結局2時間半なんで10時間近くかかったっす。で頑張って貼ったマスキングを明日剥がすんがね楽しみでありつつちょっと切ない気はしますけど、じゃあとりあえずね今回はもう僕も腰が爆発してるんで、ちょっとこれで終わりにします。こんな感じで出来上がりました。いかがだったでしょうか。もうね、すごくちまちました地味な作業ばっかりだったんですけど、もう指の痛みと腰の痛みが相まってまあ痺れました。それとあと30日重たすぎまあまあまあ、それでもねいい感じに出来上がったかなとは思います。でこの緑色とオレンジ、かなり奇抜なカラーなんですけども、マイアミドルフィンズっていうアメフトのね、クラブチームのイメージカラーをモチーフにしてるわけなんですけど、そうですね、もっとオレンジ入れようと思ったら入れれるんですよ。例えばミラーとかこうやってヒンジとかこうやって小物をオレンジにするっていうのもありなんですけど、あんまりやりすぎるとねやっぱりガチャガチャ喧嘩してしまう。なのであえてねホイールも入れたかったんですけど、あえて側面だけということでいいアクセントにはなってるんじゃないかなと思います。ちょっとそこからじゃねあまり目立たないと思うんですけど、少し斜めに立てばむちゃくちゃ綺麗に見えます。はい。で、まあ、作業自体はね、マスキング貼って塗るだけなんで、そんな大したことじゃないんですけども、まあ、途中言ったんですけど、マスキングで9時間半から10時間ぐらいかかりました。で、塗るんは本当に1時間ぐらいっていうね。で、剥がすのなんてね、10分ぐらいで終わっちゃうんで、はい。もう、マスキングが全てでしたね、今回の作業は。ただちょっとまあ大変ではあるんですけども、人と違うカスタムがしたい。で、なおかつおしゃれに見える、技ありだなって思うようなカスタムペイントな気はしますので、ちょっとね、挑戦される方ぜひともね、やってみてほしいなと思います。あんまり目立たないところなので、ある程度のクオリティでいいっていうんであれば、全然 DIY とかでも頑張ればできそうな部類ではあるかなと思いますんで、ぜひとも挑戦してみてください。はい。で、この車、今日動画上がってる日に、イベントでお披露目、クロスファイブのファイナルですね、そこでお披露目となってますんで、もしね見られた方、いてこれがちょっとでも目に留まってくれたらすごく嬉しいなと思います。はい、ということで今回は以上になります。どうもご視聴ありがとうございました。ヒョピーでした。